花尾吉郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾吉郎です。今日もですね、今日はゲストいらっしゃらないということで、金玉と言いますけども、まあ、はい、金曜日魂、金曜日魂どうでしょう、あの金尾魂でも金曜日魂でも連日ですね、ライブの高島さんも、こんにちは、どうも、はい、よろしくお願いいたします。どうでしょうか、あの金玉というね、うん、あのまあネーミング、普通は音楽魂、はい、音玉っていうね、音玉、うん、今日初めて聞いたでしょ初めて聞いたわそんなのあんのそうそうそう、音玉なの、音玉金玉っていうね、あの玉が好き、玉が好きってなんだろう。松下俊美さんでございます、はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。今日もですね1時間、楽しくやってまいりましょう。はい。まあメールファックスたくさん来てますね、今日はね、今日なんかたくさん届いてます、届いてますよね。はい。まあ梅雨ですけども、はい、なんでしょう、なんか割ともう夏がね、うん、来ちゃいそうな感じの、うん、今日はいいお天気ですよね。あの夏はいかがですか、ま、誠さんは好きですか。大好きですよ。ね、うん、僕もね、あのやっぱり南の方で育ったせいか、うんうん、暑さにはね全然なんでもない。あ、本当、うん、あの平気ですね。寒いのがダメなの、うん、寒いのもダメだけども、最近クーラーとかちょっともう何十年も前からね、何十年もっていうか、あのそうそう、あのね、クーラーも暖房もあんまり入れない生活してるんですよ。一緒ですね。ね、そうするとね、あのだんだん体が慣れてくる。うん、だから今日ね寒いここ、寒い、いや寒くはない、いやちょうどいい、もう全てここということでね、パックスさ、まず僕が紹介しましょう。金尾吉郎さん投げ銭 FM 音中ということで、良いお天気です、気持ちがいい、良いですっていうね、はいはい、皆様お元気でしょうか。暑い武蔵小杉から、金玉さぞ暑苦しいブルースあ、ブースのことでしょうっていうね、ブルースでブースですね。これは映像で見るよりも割とこじんまりしたところなんですよね、これ。そうですかね、映像で見るとね、すごく割と広い感じで、いらした方がね大体言われるけども、まあ部屋でやってるような感じでね、和気あいあいとね、やらせてもらってますけども、熱気ムンムン地蔵坂 YMT による来た日の当たる坂道をよろしくお願いいたします。気に入ってるみたいね。チャーリー佐藤さんはね、日の当たる坂道がやっぱ好きですよ ね、 好きなんだね。日の当たらない坂道ばっかり歩いてらっしゃるんでしょうか。そうなんですか僕はね結構日の当たらない人生でしたけどもですね。まあこれもまた楽しいというね、ことですが、ちょっとねまたあの後日ご紹介しましょう、うん、ちょっとだらっといきますか今日は。あのいきますか。いつもだらっとしてますけど、あのどうしましょう、働きすぎのあなたのために。昨日寝てないらしいじゃないですか。いやいや、働きすぎの、ね、あなたのためにね、あの歌いましょう。オーバーワークという曲があるんですけども、はい、それいきますか。いいですか。
てるのにどうして信じきれないどうして素直になれないのは私の方さ家族が一番愛してるのにどうして愛が足りないどうして心変わりはいつもあなたの方さ吉郎オーバーワークというね久しぶりに歌いましたね。歌詞をね、うん、覚えてるかなと思ったらちょっと間違えた、ね、こうやってねあの恥をかく人生でございます、うんはいということで松下さんの方からじゃあメールファックスご紹介していただきますか、はい高橋誠さん松下としみさん、はい、映像のキキさん山田ディレクター、はい、金尾芳郎さん、はい、そしてラジオをお聞きの皆さんお久しぶりです、はい美味しい天栄村のお米でぬか床作りに精を出している妖精祖祖ですそうぬか床を作ってるんですって6月22日木曜日汐留ブルームード音楽魂ボリューム4、うん、いよいよ来週ですね、はい、いきます聞かせてください見させてください福島からです、ね、いらしていただけるということで、はい、本当にありがたいです ね楽しませてくださいということで、はい豪華なゲストに金尾さん誠さんとしみさんと集まれば、うん、行かなきゃ損ですよ ね、うんそうですね誠さん日本語の賛美歌をリクエスト日本語の賛美歌かっこ笑い日本語でお願いします、はい、としみさんその声と歌唱力で朝昼をお願いします、うん、これしみます金尾さんには昼間ですが私はで始まる歌春吉コールガールタイトルが違っていたらごめんなさい合ってますねチックフォーブルースもいいな、うん、そうですね、うん6月22日ブルーム汐留ブルームード、これやりますけどもですね、うんはいまあ、この番組に、ゲストでいらしてくださった方々を中心にね、うん、あのこういうブルームードで、音楽魂というライブということでやらせていただいてますけどもですね、今回は、大野恵里さん、ジャズですねジャズの歌姫、うん、吉田芳子さん、はいもうフォークの歌姫、歌姫が、ね、姫が続きます、市川ジェームス、ヨモジさん、ロックンロールロックンロール、ストリートスライダーズおなじみですけどもですね、はいあと伊藤国さんがドラムで入っていただいてですね、はい、高橋誠さん、金尾芳郎松下としみさんということで、6月22日これはねあの楽しい、夜になると思います、ねいろんなロンドンからもねいらしていただけて、うん、またそこでですねあのいろんな方たち交流できればと思いますけどもですねお楽しみいただきたいと思います妖精祖祖さんありがとうございますありがとうございます、ね、祖祖さんね合言葉は6月22日木曜日汐留ブルームード音楽魂ボリューム4でお会いしましょう、はいね、待ってます妖精祖祖さんといえば ね僕天栄村のねあの、うん、今回田植えに行けなかったのよ田植えに行くはずだったの。あ、そうなの。田植え行くとお米もらえるの。たぶん。ちょっと田植え行くとお米もらえる。田植え行くとね。いや、田植えをね、僕、うん、絶対行きたかったんだよ。天栄村のね、森さんっていうね、うんうんうん、あの、郵便局長さんが、うんうん、まあ、ちょ、ラジオで言ったら、うん、まずいかどうかも。
もう言っちゃったし。もう言ってる。大丈夫ですよね。天狗村呼ばれたんだから、あの敬老会に。うん、ああうんうん。体育館、体育館ですよ。福島県。福島県天狗村というね、あの行きましたけどもですね。そこでね、あの田植えにね、うん、あの呼ばれっていうか、あの今年また行けなかったのね。あ、そうなんだ。うん、だからもうぜひね、今回またね、また来年は行きたいね。うん、いや、あの行かせていただきたいです。田植えライブ。田植えってね、今機械だけども、この間手で植えたらしいね。うん、機械で。うん、普通はそうなんだけど、手で植えるって大変じゃないね。そう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 。でもそれが育ってくるっていうのはすごいですよね。ね、ちょっとお米になるっていうね。楽しみにしておりますけど、またねちょっとね、あのプカプカにもね行きたいと思いますけど、ね、新井さんが行くんじゃない？24日、おそらく7月プカプカのねライブがあるはず。6月ですよ多分。6月、今月、うん、そうなん、今月、おそらく、うん、そうだよね、今月の20何日、じゃなかちょっとはっきりしませんけど、ね、プカプカ、うん、いきますよ、うん、最後のライブになると思いますけど、新井武さんでね、あの、お楽しみいただきたいと思います、他何か来てますでしょうか。はい、金尾さん、誠さん、としみさん、山田ディレクター、こんにちは、はい、キキさん、いつもありがとうございます。先週は国際色豊かで楽しかったですね、何度も聞き直し、見直して楽しんでます、うん、今日もそれに負けない楽しさでしょうね。さて、いよいよ来週に迫ってきましたね。もともと30分番組の頃からいつか出演者で音楽魂ライブをやりたいって言われていた金尾さんの夢がどんどん実現するのを感じるにつけ、やっぱり夢は人に、自分の心に語り続けるもんだなって感じています、うん、本当にすごいことです。本当にいつか行けたらいいなって思いますが、うん、今の自分の状況ではまだまだ厳しいので念も送りますね、うんうんうん、観客席の空気が薄くなったらそれはオイラが浮かんでるってことですので、あしからず。オイラといえばあとのミキさんそうですね、オイラドラマ、いつものように楽しんでください、ね、それがこっちも楽しくなるんですから、はい、リクエスト、金尾さん東京トゥナイト、誠さん、はい、ヘローオールドフレンド、としみさん骨まで愛してだけどいつも通り何でも OK です。PS、 先週土曜日こてっちゃんと会ってきました、まあ飲んだ飲んだって書いてますよ。金尾さんはじめみんなの話題で盛り上がりましたよ、うん、くしゃみ出たんじゃないですかね。だいたいね、あの博多のもんはミキさんです。おらん人の悪口言いながら酒飲むんです、うんうん、おらん人おらん人ありがとうございます、でもね、そういうの楽しいよね。こてっちゃんもねこの番組来てくれましたけども、ね、あの素敵なね、ハモリカ、奏者、歌もね、ね、あの個性的な ね、声でね、よかった。じゃあ松下さんからちょっと、あとそれはまた、うん、後でご紹介しましょう。まこさん、ハローオールドフレンドって誰の曲？これクラプトンの曲。おお。あ、そうか、それはできる今日。ちょっと待って。じゃあそれをあの探してる間にじゃあ俺僕から行くなんか。東京都内でも何でもいいよ。何でもいいよ。何でもいいじゃない。東京都内で行きますか。東京ツナイトっていうのはね、あの、はい、実は僕のデビュー曲なんだよね。お、そう、あの、懐かしいですけども、やってみますか。やってみましょう。
っておくれ。いつかミルシャンスキーと東京 tonight 今夜はもう Baby the night night 東京 tonight 俺の夢で Baby the night the捨てた。お前はマリア。東京 tonight。 日の光さえ届かない部屋。ここから get started。 東京 tonight。加納吉郎東京ツナイトというね、歌をお届けしました。この時のね、シングル、これまだアナログ版の時だったんで、はいはい、シングル版ってあるじゃないですか、うん、あのまあそのシングルのジャケットが顔がゴーンと出たわけ、はい、それだけですね僕顔出したのそうなの。それで顔のドアップだったんだけど、うん、それがもうほらあの若いから、うんアイドルみたいな写真だったのよ。で、写真家はその時撮ってくれた人がもうやっぱアイドルの写真とかいっぱい撮る人で、うん、そうなんだ。そうそうそう。それでドーンと出たから、それ以降僕はねちょっと違うなと思って顔出さないようにした。そうなの。そうそうそうでインターネットでそれなんかみんな入ってるじゃん、うん、その当時の、うん、それをさ、うん、僕嫌なのにみんな見てねこんなん出ましたとか意地悪い人がいるわけよ。そういうね意地の悪い人、ね、意地悪い人が世の中にいるからね人が嫌だっつうの。渡辺徹さん似てるよね。似てないよ。確かに似てた。渡辺徹さんもうちょっとだったらぽちゃぽちゃっとした感じの。あ、そうだったの。丸顔の。丸顔でもないんだけど、丸顔に見えたけど。この前なんかさ、うん、出したやつはキムタクにしたんだよ。あ、そうそうそうあれはねちょっとジャニーズ系だ。ジャニーズ系だな、ね、実はねジャニーズキムタクが出てきた時に、うん、その当時ってまだあのジャニーズってフォーリーブスぐらいしかいなかったから、はいはい、それでまだねあのだいたいキムタクのバンドなんだっけ、なんスマップ。ああスマップそれであのそういうのはなかった、うん、でしばらくしてキムタクが出てきた時にうちの袋が母がなんかまだ電話がかかってきて急に、うん、あんたにねあんたの若い頃よく似た人が出とばってあんたあの隠し子がおるっちゃなかろうねって言われたことあったわけ
それで母が言うぐらいだからね。あ、でもでも他にいるっていう噂なかったですか。何が九州の方に何か言ってませんでしたっけ。何がよ、いやいや、お子さんが、そう、何か言ってませんでしたフェイスブックで見たよね。そんな話をしていいんですか、ね、あ、ダメなの、あのさあったような気がしたで、いや、なんかね、ちょっとこのラジオもね過激になってまいりましたね、最近ね。面白いですよね。面白い、なんか手を挙げてってね、家族が増える感じ、家族が増える、何をさ昼間から言ってんの。面白い、ブルースマンっぽい、ね、そればっかり分かんないからね。いや、ブルースの人はね結構あちこちにね、あのそういう菊田俊介さんが来た時に ね誰だっけ、俊介さんにもいるの。違う、じゃなくて、あの何でしたっけ、ブルースオーティスオーティスラッシュ、いや違うなくて、何だっけ、オーティスラッシュじゃなくて、なんとか、なんとかさんが亡くなった時に、息子とか娘がゾロゾロ40人くらい出てきたとか言って、そうそうそう、そんな話ありましたよね。そう、おらかですよね、なんかね。そういうミュージシャンでそうであるべきだけど、最近僕もお利口さんみんなお利口さんになっちゃって。そう、最近本当に、ね、優等生ですね、みんなね、うん。優等生っていうかね、なんていうかな、もう興味を示す、胸、あの、ときめくっていうか、女性を見てときめく気持ちっていうのは大事だと思いますけど、なんか最近ねちょっとあんまりねそういうのが少なくなってきたね。やっぱ年だろうか、年は関係ないよね。あんまり関係ないね。だってほら老人ホームとかで ね恋をしてとか、なんかある、うん、それいいよね。でもね、あんまりでも行き過ぎてね、もう色気じじみたいになったらねあんまりちょっとねあれだけども、適度なそういうのも色気じじっていうね、素敵なおじさまになればいい。ジジイとババアがもう毎晩4倍ごっこしてる4倍もうね、誠さんね、その話4倍ごっこっていうのもいいもうこれは面白いと思うよ、この番組ね。4倍ごっこっていうのはいいね。それ犯罪ですからね、皆さんは ね今は今はって、昔も、コーチは昔から4倍のね、なんかね、それをね、まこちさんほら伝統があるよ、ね、ライブで言ってたでしょ。そう、私の姉が見に行った時にさその言葉の方が衝撃的で、あと覚えてないとか言って、まこちゃんといえばその今犯罪ですからって言っといてくださいということでしたよ。でもね、なんかこうそういうものっていうか、昔の小説に出てくるような世界ってあるじゃない、まあそういうなんか そういうのって、なんか昔の映画とか見てても、うん、あのモノクロの日本映画とかもちょっとこの間ちょっと見たりなんかしたんだけどね、うん、でもなんか今にないこうものこう色めかしさとかありますよね、あるね、モノクロの中にもね、うん、その表現がね、うん、もう全部出してってじゃなくて、うんうん、その出さないとこのこうなんか蚊帳の外と中みたいなねあるじゃないですか。そうだね、まだまだあるじゃないですか、ね、その蚊帳の外と中、蚊帳なんか今ないからねあ、でもね、最近蚊帳またブームになってきてる、うん、あ、そうなの、うん、蚊帳高いんですよ今ね、うん、昔はね、昔はね、そうどこにもあったよね、懐かしかったよね、蚊帳のね、蚊帳に入る感じがね、蚊帳ってもう蚊帳に入ったらもう本当天国みたいなね、大きくなったらなんかちょっとこう色っぽくね、うん、そういう、まあまあいいじゃあ、松さん行きますか。行かない。この状況で、この状況から行くの。その過去のことを言かない。もう絶対もう。いや、ちょっと、ちょっとこれお便りですか。いやいや、それ後で行く。うん、先にちょっと、このね、先に歌う、今日は松さん初めて歌うんだけど、この命のわけっていうね、理由でしょ。これはね、僕がね、もう3年ぐらい前に映画に出た時に、映画なんだねこれね、うん、いや違うんだけど、僕ね、ちょこっとだけ映画に出させてもらって、うん、その時はあのタクシー、はいはい、要するにタクシードライバーの映画なんだけども、うん、それはまだ公開されてないんだけど、うん、その中でもうすぐ殺されるんですよ、うん、あの血だらけで、はい、でそういうあのヤクザ3人組っていうねシチュエーションで、まあ、いろんな人がタクシーに乗り込んできますよね、うんうんうん、でその中の一つのワンシーンに僕出させてもらって、で後半僕はもうすぐ殺されるんだけど、うん、あのナンパしようとみたいな感じで、うん、あのタクシーの中でね、その時のエンディングにこの曲がかかったの。そうなんだ、そう、これ佐田さんの曲なんだけども、うん、それをね今日松下さんにちょっと初めてだけどやってみない、ちょっと命の理由っていうの
いいですか、やってみます。うん、自信、これをね、やってみましょうよ。私が生まれてきたわけは、父と母とに出会うため。私が生まれてきたわけは、兄弟たちに出会うため。私が生まれてきたわけは、友達みんなに出会うため。私が生まれてきたわけは、愛しいあなたに出会うため。春くれば花をのずから咲くように、秋くれば葉はおのずから散るように、幸せになるために、誰もが生まれてきたんだよ。悲しみの花の後からは、喜びの実が実るように、私が生まれてきた。私が生まれてきたわけは、どこかの誰かを救うため。夜が来て闇をのずからしみるよ、朝が来て光をのずから照らすよ。私が生まれてきたわけは、愛しいあなたと出会うため。私が生まれてきたわけは、愛しいあなたを守るため。はい、ということで松下俊美が歌いました、命の理由というね、はい、Reason of Life っていう映画のタイトルでしたね。かなさんが出てらしたのは、あれこれ何 Reason of Life っていうタイトル、副タイトルがあるの、え、元々の歌のないよね。いやいや、あ、元々の歌はないですか。これは映画のタイトルが Reason of Life になってましたよ。ご存知じゃないですか、ご自分が出た映画なんか人を小馬鹿にしたよな、最近。いやいや、ね、違う、なんか文句あるの。そういう撮り方おかしくない今
あ、そう、これが何、映画のタイトルなの？映画のタイトルだったんで、映画は、うん、あの、下條アトムさんとかね、いろんな方がね、出てらして、うん、映画のタイトルは、リズム・ライフという映画ですね。これまだ、公開してないですけども、うん、これは、あれ、主役はね、うん、マトリックスに出てた、コリン・チョウっていう香港男優さん、うん、アクションスターですね、マトリックスも出てたね、うん、コリン・チョウさんが主役っていうことでね、もともとあった歌をこうエンディングに使ってるって感じ、うん、ね、だけどタイトルはリズム・ライフそのままで、うん、これインターネットで調べたら、ね、これ出てたの？いやいや、エンディングでこれ見て、この歌は前からちょっと知ってたんですけど、そうなんだ。だって古い歌ですよ。そうだよね、前、うん、そういうことですね、詩がいいなと思って、ね、いいですよね、いい詩を書きますね。やっぱさださんってやっぱりそういう詩、ね、作詞の才能っていうの昔からね、すごかったんだけども、すごくなんかシンプルなコードとかメロディーの中にね、それを繰り返すことによって、でもそれがだん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 その深まっていくというね、そういう手法というかね、素晴らしいなと思うし、ね、いい歌をね書かれるなとかも改めて思いますけどですね、はい、真子さん、じゃあなんか言ってみますか、はい、じゃあそれ、いや、ハローオールドフレンドってやってみますかね。あ、いきます。こんな感じなんですよね。なんかこう、すがすがしい感じのね、すがすがしい歌ですね。あれですけど、これなんかイヤホンが全然僕は抜けてた。はい、ということでですね、ミキさんのリクエストにお答えしました、はい、ということでね、博多にも随分書いてないですけどもね、早くちょっと帰りたいですけど、もう忘れられてるかもしれませんね。金の城ですけどね、もうでも今あれですかね、電車の中でとか、うん、
ものをほらよく食べてる通勤電車のね中で、はい、通勤電車の中で見かけない。俺毎日絶対あの何人か見ますよ。俺あんまり電車乗んないから、ね、あそうか。僕ね電車に乗ることが多くてね、あの見てたら面白いよ。みんなけもう全員携帯はやってるでしょ、うんうんうん、みんな本読んでる人とか外の景色見る人とかあんまりいないもんね。そうなんだね。そう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 。今はもうそう、もう携帯持って、うん、事故なんかあったら携帯握りしめてみんな死んでいくと思う、うん、いや本当に携帯握ったまま死んでると思うよ。失礼しました、はい、いやだからそんな東京ですよ今。嫌なんだねいやそれはいいですけども、ただね携帯とかねそれはまあいいとして、うん、物を食べるっていうのは、うん、通勤電車の中でこう匂いが充満するのよ、うん、自分は感じないけど、うん、そうだね。あマクドナルドの ポテトとかもう充満するからね。それはひどい。いやでもねそんなもん食べる。いやもうそれもう当たり前よ。で子連れでこの間乗ってて、うん、前にね子供とまあお母さんが乗ってて、うん、お母さんはなんかやっぱり物を出して子供に与えてたわけ、うん、で美味しいねっていうね、うんうん、普通だったら、うん、いい光景じゃない。そうだね。でも素直にさ喜べなくてあそうこの子も絶対電車の中で物普通に食うなと思ったらいやなんかね、うん、素直に喜べないんだよね。俺ひねくれてんのかなちょっと。いやでもいやだからあのそれも少し入ってるかもなんかさ俺にまあでもそうね、まあ、どこでその人の自由だけどさどこで食べようと、ね、でも私もね昔見たことありますよ。お弁当食べてるね女子高生が、うん、あのいたの半蔵門さんで普通いてたんだけど、うん、もう 大昔ね、うん、原宿、うん、そしたら、ね、食べ終わった後にごちそうさまってやったの、うん、てかお行儀いいんだか悪いんだかちょっと微妙な光景だなと思ってちょっと笑ったけど若い子だった。ただねほら箱根に行く電車とか、うん、そういう旅行のね、まあねうん、の感じのこう向かい合わせていう、はいはい、あれはなんか僕はね、うん、それなりになんか情緒があるとは思うんだけど、うん、その山手線とかさ、うん、通勤電車の中でさもう物をがバレバレバレ食べたりみんな朝忙しいんだよね。 それもあるしもう夕方はね女性多いんだよね。女性チューハイ持って乗るからね。あそうで電車うんでチューハイ飲みながらも話してるかっこいい。かっこいい。かっこいいな、あの女。かっこいいんだ。いや、だから、最近ね、ちょっとね、だからなんかこう、がっかり来ることの方が多くてね、すいません。あそれまあ、それぞれね、価値観がありますからね。まあそう何してもいいっていう感じ、まあ、法律じゃないけど10杯片手に電車乗る女ってかっこよくないなんかかっこいいかやっぱりって思っちゃう。よくないよそんなのねって。いやいやいや、あの法に触れない限り何してもいいと思ってる、ね、だからむしろ、まあ、法律がね取り締まるとかうんぬんとかっていうことでなんか、うん、ふうに、ね、なっちゃってもあれだけども、うんやっぱりあの、うん、まあ道徳というかね、うん、そういう出た俺が道徳なんかすいません言えませんでした。道徳道徳何やつ一番のやつが道徳言うんじゃない。今日は道徳の時間あのねキリストがね言ってるんだよ、うん、はい、あのね人のなんな目の中のゴミは分かるのにあお前は自分の目の中に丸太があるのが分かってないそうだね確かにねすごいよね。だから聖書とか面白いよね。その表現がそういう表現面白いね、うんうん、自分の目の中に丸太があるくせに人の目のゴミを気にしてるやつなるほどね。それはそうだね。だからやっぱそれぞれ ね謙虚に行かないとね謙虚に行かないとダメですね、うん、ということでね、なんかリクエスト来てましたでしょ他に。ファックスリクエストっていうかファックス行きましょうか。いただいてますけど、はい、どうします、はい、サクサク行きましょう。はい、はい、サクサクあれ、はい、ちょっと待ってください、うん、これラジオのルールってあるんだけど3秒ルール、はい、いきますね。カナオさん、マコトさん、としみさん、スタッフの皆さんこんにちは、はい、小田原の青木さん、青木です、はいはい、梅雨の合間の晴れまで暑い日を迎えていますが、うん、お元気にお過ごしください。元気です。いよいよ来週は、汐留ブルームードで皆さんとお会いできるので、ね、指折り楽しみにしています、はい、実は前日が新井武さんのハイダウェイラストライブなので、そうレンチャンライブです、うん、
ここで弾けすぎて22日会社を休むようなことがあってもブルームードには必ず行くので、当日は目いっぱいやかましく楽しいステージをお願いします。はい、今日は金曜日、仕事も終わりなので、ここは一発ドドンと元気が出そうなパンチの効いたダイナマイトみたいな曲がございましたな、たしみさんのコーラス好きでぜひ お願いします。お聞かせください。皆さんお元気で、はい、ありがとうございます。青木さん、青木さんありがとうございます。もう一方、カナオさん、誠さん、としみさん、スタッフの皆様、キキさん、こんにちは。こんにちは。じめじめした毎日、元気にお過ごしでしょうか。梅雨が明けたら夏本番、熱中症にならないように気をつけてくださいね。本日はどんな話で盛り上がるのか楽しみに聞いています。リクエストは何でも OK です。よろしくお願いいたします。清水佳代子より、はい、追伸、清水さん、私事ですが、うん、私の愛する長女、亡き長女ね、次女3人子育て中と愛犬2匹のお誕生日がすべて、音楽魂放送日金曜日なんです。ちなみに本日が、亡くなられた長女の、お誕生日でした。あ、そうでしたか。偶然すぎて一人でびっくりしてしまいました。これからも応援させていただきます。今日も暑い、頑張ってください。はい、そう、お子さんを亡くされるっていうことは、ね、とても ね、 悲しいことだと思いますけども、やっぱりそこからその立ち直っていくっていうね、素晴らしいなと思いますよね。まあ、なんていうかな、こう僕の友達で、ちょっとこう自分で命を絶った友達がつい最近いて、でもね、その考えてみると、その子の思い出っていうのは、その友達の思い出っていうのはね、なんか忘れちゃうんだよね。そう、なんでかっつうと、自分で命を絶つ人って、なんか影が薄いのよ。そういう気がする。そう、だから、やっぱりなんていうかな、みんな生きたいと思ってて、やっぱりそういうね、事故だとかいろんなとこでこう、やっぱり亡くなって、そのいい思い出がずっとそれがの張り付いて心の中に張り付いていくわけだけども、で残された人はそれからね、一生懸命強く生きていかなきゃいけないっていうね、大変な、ね、中でやっぱりこうラジオ聞いていただいたり、元気になられていただいたりすることがね、本当に僕ラジオやっててよかったねと思いますけどもですね、というその清水佳代子さんのためにダイナマイトはちょっと暗いからなんか明るいポーッと言うのとかありますか。清水さんに今日、ダイナマイト行きますか。青木さんのちょっとダイナマイトちょっとあれあ、日の当たる坂道行きましょうか。日の当たる坂道ね、チャーリー佐藤さんからも言いましたけども、それいいんじゃないですか。これ B かなんかでまた言ってる。B かなんかで、なんかで日の当たる坂道へのつもりで踏んで、あたたた、B だね。はい、はい、じゃあ日の当たる坂道。
はい、ということで、チャーリー佐藤さんのリクエスト、日の当たる坂道、清水佳代子さんにもお届けしましたけども、ね、これよく、だから結構いいよね、詩の、ねね、感じでも明るくてね。ねということで、もうファックス、メールは、よろしくございましょうか。よろしくございます。高橋誠さん、妖精祖祖さんのリクエスト、さんのリクエスト、日本語のあれ、お経じゃない、お経。お経お経じゃなくて、ね、お経ねお経どっかあったかな、ね、ということでね、ちょっとじゃあ須賀川にも行きたいし、あの、ね、行きたいね、あの須賀川もそうですけどもですね、郡山の方たちともなんかやっぱお友達になったりなんかして、あのライブハウスとかもねまたいろいろできてるみたいでね、楽しみあのですよね。松井さん、松井さん行きましたって。行ってないんですよね。あの木八さんのお店ですよね。木八ちゃんのね。木八さんってね、A ちゃんのモノマネするの。矢沢永吉のね、あのうまいのよ。あの郡山にあの小沢や小矢沢がいる。小矢沢。G&B じゃない、あの店なんだっけ。M&J。M&J。あだっけ、そうですね、うん、で新しくなってバンド入れるようになって一回やらせてもらったんだけど、うん、なんかいいなと、ね、またね楽しみですね、うん、ということで行きましょうか。じゃあこれ最後になると思います。そうそうそう、あの締めを高橋誠さん日本語でよろしくお願いします。時間までさばれ神のこと成りたがる我が魂の喜び比べうるものなし日もすがら明石線夜もすがら主を褒めば見すくいは食べなはり見すくいはくすしと主にまたく従い安きえし我が右に甘つやの歌声響きくる心地す日もすがら石線夜もすがら主を褒め見すくいは耐えなばり見すくいはくすしと主のものとせられし我が身こそ幸なばれ感謝なき日は長く賛美なき夜はなし日もすがばら夜もすがら主を褒め見すくいは耐えなり見すくいはくすしと見すくいはくすしと
はい、ということでね、高橋真琴さんもしっとりとですね、あの御救いは罪とがを許され、罪とがを許され、はい、ね、素晴らしい、歌で締めていただきました。今後のですね、あの音楽魂ライブのゲスト、はい、ちょっと決まったゲストをご紹介しましょう。来週は早速ですね、西村和真さん、R&B、ブルース、ジャズのね、ボーカリストですね、はい、ボーカルできます。おそらくシン&ロケッツの浅田君もベースで持ってくると思う。 お楽しみに ね西村和真さんですね。賑やかになって、賑やかになります、はい。それでですね、30日、急遽昨日決まりましたね。これ、はい、ともこさん、ともこさんね、あのエレキ持って、やりますね。ともこさん、ベンチャーズね、 CD がまた出るよね。 CD、ね、出たんですよ。出たんだ、うん、高田和夫さんのプロデュース CD 出ました、うん、これはね6月30日、7月7日これ菊田俊介さん春菊田、ブルース、ショーゴーム・ザ・ブルースね、春菊田、7月7日という、はい、7月14日これマチケン、マチケン久しぶりにね、自分でソロで来るの初めて。前はあのシータイーさんとかそのサポートみたいな感じで来たんだけど、マチケン今度一人でね、来ますね、はい。お楽しみいただきたいと思います。続々とね、あのゲストの方もいらっしゃってますけどもですね、はい、お楽しみいただきたいと思います。まだまだ続けます、音楽魂ね、今後ともよろしくお願いしたいと思います、はい。ということでまた来週お会いしましょう。高橋真琴さん、ありがとうございました。松下俊美さん、ありがとうございました。お相手は金城でした。また来週、 See you next time祭りがある、懐かしき友がいる、忘れかけてた思いが体に染み渡る、熱き心が好きさ。